今回紹介するのは、超習慣術という本です。習慣化の帝王イコール、イフゼンプランニング、三日坊をズボンしてく、挫折がなくなるメンタル術、家族やパートナーの悪い習慣の直し方まで、これ一冊であなたの毎日は完璧になる。勉強、筋トレ、ダイエット、貯金、健康法、 努力もも気合も必要なし、誰でも自動的に目標達成できる効果99の習慣化テクニック。ニッあとは行動に移すだけ人の50%は習慣でできているというが人間の60%が水分でできていると同じくらい真理であると思っているつまりは習慣が人を作っているのだその人の習慣を見てみれば その人がどんな人でどどんんなな能力を持っていたりどんな性格なのかもよくわかるだろう。NHK なんかで24時間密着ドキュメンタリーなんていうのがやってるけど24時間その人の生活に密着するとその人の習慣を垣間見ることができるからだいたいどんな人かわかるんだつまりは良い習慣。 身ににつけたたいい習慣をものにできればなりたい自分になれることも人生を良くしていくことにもつながるそんな習慣化をテーマにした両書がこれバカにでもわかるように懇切丁寧に解説してくれている習慣化についてはこの本1冊で十分だ私的にはパートナーの習慣を 変えるという部分に感銘を受けたしかし我が家に限ってはもしその作戦が失敗した場合にはこちらの顔の形がボコボコに変わることになりかねないのでなかなか試す勇気がない冗談はさておき習慣化したいことがある人や試したい人は是非この本を読んで行動に移していただきたい星を4にした理由は この本がよくまとまりすぎていて読んだだけで満足してしまうことを懸念するためだ自分への戒ましめと言っても良いだろうとにかくおすすめできる新しい習慣を作りたいそう思う人には特に推奨したい参考になれば幸いである以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。